遠慮なく通過させてもらうぜ。じゃあな、真田幸村。独眼竜が徳川と組んだとあっちゃちょっと厄介だね。こりゃくっ、それがしのせいで。いい教訓になったな。目的に向かうには回り道に見えることも重要だ。そうと決まれば背後を固めた固めた。徳川殿に数段劣るこの器では大将など務まるわけがない。ふん。なあ大将、知ってるか、徳川は何年もじっと耐えてきたんだぜ。あんたみたいに突っ走らずに。徳川殿が？そう、親方様も言ってるだろ。はい、行ってみな。動かざること。山のごとし。ご名答。じゃ指示を頼むよ、真田の大将。決断することがあんたの仕事だ。行くぞ、この一戦で未来を開く。敵じゃ、豊臣以来の敵じゃ。城下の傷はまだ癒えとらんというのに。まあ、超絶北条家栄光門は完成しとるからの、落とされはしまい。攻め時だ。サスケ、手は空いているか。門をぶち破る忍びってどうよ、実際。不思議なことだ、昨晩の夢、あれは。艦長を呼べ、奴の弱点を探るのだ。
命令はまだか。主に撤退の炎、本当に虎の和子か。
されてる。俺たち押されてるぜ。消されたくない。